お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、ペッカ工場、こちらですね、これを使っていきたいんですけど、これがですね、もうずっと存在すると言いますか、永遠に強いデッキ、極めてしまえばというか、使えるようになって本当に損がないデッキ、的なのですね。マジでいつから存在するのっていうぐらい、ずっと前から使われてるデッキで、いつも強いやつです、これが。なんでね、これを的にすることもやっぱ多いんで、このデッキを使えるようになっちまえばね、相手にするのもですし、使えてそうもないってことで、今日はこれでやっていきたいと思いますんで、正直マルチでもどっちでもいいなったんですけど、グラチアレ行きます。今日はこれあと3勝なんでね。はい、そう、ちょうど今ペッカでやって、負けてないですね、今んとこは。はい、よいしょ。ツイッターで今日の動画何しようかなって思って、特になかったからツイッターで募集して、何がいいですかって、そしたらペッカ工場っていうのがあったんでね、確かにいいなと思い、ペッカ工場に今日しました。なんで、その YouTube のコメント欄でもいいですし、 Twitter とか見かけたら結構リプ送っといてくれれば、その動画いいと思ったらね、やるんで、はい、よいしょ。おお、相手枯渇、珍しい。枯渇は最近全く見なかったですね。これポイズン打ちますね。ワンチャンギャング来ても美味しい。おお、美味しい。ギャングじゃなかったけど美味しい。いやー、美味しい。お、落ちるくね。まあ、これ言うので防衛したら、多分ギャングで防衛してくるんで、それをゴーストで防衛して、多分そのままカウンターで落ちるかな。これだって相手多分防衛がないんだよ。スケブーでしょ、だってザップで終わるし、多分終わったよね、これ。全然違った。メガナイト枯渇で、これワンチャンバレル来るから端まで止めますね。来なかった。ああ、で、これはザップ打ちたかったんだけど、打っちゃうと、次のスケブで、フォアオリになっちゃうから、一回目で、ここのスケブはザップ打ちませんね。いや、打ったも、いや、来ないよ。今別に打ったら取って、ペックが多分入んないから、もう打たなくていいかなーっちゅうやつですね。逆サイエレキで、左側にね、プレッシャーをかけていきますと。はい。で、こういう、メガナイトとか、そういうゴレとか、おー、そういう系か。これちょい厄介ですね。そう、ゴレとかメガナイトとかの相手には、そういう大型が来るまではペッカー出さない方がいいですね。でここで出てくるから、もしかしたら。OK。これで入る。いや、ちょい厄介ですね。意外と。これ、ケツ工場して、メガナイト来るんで、どうせ。誘って。ペッカ受けですかね。これもポイズンで。吹き矢が厄介。あやー、メガナイトが来ないですね。なるほど。で、これはメガナイトで全部受けてカウンターされるのが嫌なんで、玉砕に言うので、ザップで入れ。 OK、 いい子勝ちましたね。もうこれ63、削れられた、取ってみたいなとこありますね。僕はこれすらも延命していくんですけど、これ守れなかった時逆にやばいですけど、やめて、いやー、やめて、おやおや、ちょっとやっちまるよみたいなとこあるんですけど、言うてもキングもワンチャンにいられるし、はい、このペッカは捨てますね。バイバイってことで、ちょいとやばくなってきたまであるな。けど、言うて、結局ペッカが強いんでね。はい、ペッカ受けからのザップは取っときます。ザップはこういうとこに使いませんね、まだ。相手の、コウモリスケブとかに取っといて、これもう多分攻めっぽいしてあげれば終わりますね、相手は。しなくても終わったまで。オッケー。あー、で、メガナイト。はい。はい。
はい、来た。もうこれはフルブップタイム。これはスキブ、あー、これもご了承タイムですね。イージー、よいしょー、パキン。はいはい、まあ相手のあれですね、流行りの、まあ世界大会でなんか使われてたやつですね。よし、10-0。いやマジでペックが強い。だって正直、まあ、今枯渇がいないから、まあ多分天敵っていうか結構きついのが枯渇だと思うんですよ。今の環境的に枯渇がそんなにいないから強いで、ペッカ対決はまあ、まあ、上手い方が勝つから、上手くなれば勝てるでしょ。でまあジャイにもまあペッカだから基本的に勝てるでしょ。でロイジャイも、まあ、ミスらなければ基本的に勝てるでしょ。ゴレにも相性いいから勝てるでしょ。何に負けんのっていう話、ラバです、はい、やめてー、なんで来たの君。そんなことある、ここでラバ引く、しかもラバルってお前、そんなことある。まあでも僕はこれ守るんですけどね。あ、うまっ。あー、それは聞いてね。それはえ、ラバルディガー、やば、いつの時代の人マジ。あー、相手あれっすわ、ファイボとかないやつですね。なんかラバルの多分ガゴガゴスキブギャングとかかな。スキブギャングとかだったら今出してたっすね、初めに。正解です、スキブギャングです。はい、でもこれスキブで防衛されたら逆サイに工場ポイズンしますね。まあ、待ってでいっか。これでポイズンする。わ、高い、位置が高い。ポイズンしたかったけど、やばいやばいですね。ちょいともったいなかった、もったいなかった。これ一回ザップ我慢して、これも端前ペッカでいいやつよ。でガゴ来る、ガゴ来る。いや、これポイズン、これポイズンで終わりやね。いやー、いい位置。で、これザップって、OK。OK。落ちた。けど、まあ、俺も落ちちゃうんだよね。っていう話。さあ。いやー、これキング折り対決かな、多分。キングどっちがおるかみたいなところ。いや、きつ。きつい。きつい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 、やめてー。待って、俺のグラチャで12勝邪魔しないで、邪魔しないで、邪魔すな。あ、終わった。まあそうですね、こういう空多めデッキに当たっちゃうとちょっと苦しいかもですね。でも言うてなんか勝てないけども、情けなんですね、多分今の見てて。意外と別にないことはないと思うんで、まあ、もったいないって感じですね。はい、ってことで次、これロイホグかな、この人は。なんかこの人ね、この人もあれグラチャレの有名人、うまいやつ、やばいね。ロイホグだったらプリンセスギャンコウモリのめちゃんこ相性悪いんですよね。はい、正解、ビンゴ。いやマジで、そう、ロイホグ、このペッカ工場の弱点がロイホグデッキなんですよね。これこれよ、これこれよ。ファイブってくるかな、多分。分かってますね、分かってますね。やばいよ、やばい。しかもこのマジでこの人有名なやつだから、ロードチンク、知らないけど俺流の呼び方だけど、これもグラチャレのすごい人なんすよね。やだな、やばい、待って、俺楽勝3連勝予定がやばいかも。で、そう、なんでロイホグがきついかって言いますと、まあ、単純に、まあ、ベビドラとかボスなんか施設がないっていうのと、範囲攻撃がゴーストしかないから、結構なんだろうな、まあ、ペッカでロイホグ受けたとてめちゃめちゃダメージ受けちゃうんですよね。これやばいんですよね。ザップ持ちたい。いや、でも、ペッカのターゲットが優秀すぎた。で、しかもギャングとかもあるから、きついんですよね。
構やばい。ちょっと早かったか。ああ待って今のゴーストボー、今のいお前スパイやん。今のはやばくないですか。完全無視したい。でも相手ガボが苦しいから OK 完璧で、ファイブボーイかな。あーうまいな。おいこれ一回許容ゲーミングして攻める。いや逆サイだったな、これ。やったわ。そういうところ。あーなるほど。まあ。でもこう奇跡的に2本耐えて奇跡的に2本耐えて1本折る。OK プランできました。だから守ります、僕はもう。カモン、やばい、これやばい、これギャングとかで延命されたと思うので。いやきつい。あ終わった。あいこれで逆サイツルっしょ、これ。くぅマジか、やばい、焦る。ピッカ工場でグラチャリ中2勝っていう動画のはずなのに受理者できない説が出てきた。やばいよー、マジか。悔しいな。グッドゲーム。まあ、これはね、まあ、動画を面白くするための演技みたいなとこありますよね。よし。はい。てなわけで、ラストここ、ちゃんと2連勝でいきたいと思いますね。この人は知らないです。未成年。よろしくね。で、そう、言うのが書店にあれば、橋前言うのは100やるんですけど、僕は。おお、めちゃくちゃ姿勢がいいんやね。それ以外だと、まあ、ゴーストは割いていいっすね。ゴーストか、言うのは割いていいんだけど、他は結構割きにくいっすね。まあ、割くけど。ぽい。まあ、ペッカ以外ならワンチャン何割いてもいいみたいなとこありますね。おお、さてはミラー対決。いやー、これ結構先にペッカ割いた方が勝つんですよね、ペッカ工場って。なんか僕の中の、そうミラーだった時にこうワンチャン逆サイ結構許容するかもしんない。いやそのポイズも美味しい。いやいいよ、勝った。一回待って、あ、なるほど。なるほど。あー、微妙。まあ。そう、基本的には、このミラー対決になった時に、この言うの無視っすね。ミラー対決になった時は、ペッカーを出すタイミングでマジで関わってきて、なんだろうな、もうめちゃくちゃ、基本的にアド取れる時とかに、てかまあめちゃくちゃ相手がご利用ししてきた時か、あとはペッカに対してペッカを当てるんですけど、なんだろうな、まあ、先に出した方が意外と有利でも、相手が小城ババとか抑えてないなかったら先にペッカ出しちゃうと一気に逆サイ攻められて負けちゃうんですけど、結構まあこんな感じでペッカに対してはエレキを当てます。ペッカに対してはエレキ、これ大事です。ペッカに対してはエレキを当てるとこのペッカ対決を勝てるんですよ。で、しかもその間に逆サイを、その、工場ガゴとかで振っておくと、すべてが勝ちますね。よし。まあ。こんな感じ。なんか雰囲気はこんな感じですね。まあ、ペッカの後ろにエリキは徹底で、あとは逆サイ、小城ババガゴ、基本的に。で、これもペッカ展開しますね。でも相手もペッカ出すから。なるほど。で、こういう時は、まあ、シャアなしで。やばい。おや？今相手ザップ割いたからもうこれで守れる。OK。で、ここでちゃんと逆サイ振りますね。振って、あ、これもう7コス割いたんでね、この瞬間に攻めます。よいしょ。そしたらもうガゴ来ても多分ご利用せるから勝ちましたね。気持ちザップ。あー！俺の勝ちましたね。返してください。おや？さてはやばいな。気づいた。することないからガゴからの工場でこれペッカ受けされると相手がうまい。
分かってますね。けどガコ咲いたんで、まあ、エレキでペッカは取っときたいですね。一応あの逆サイが怖いんで、警戒しつつ、警戒しつつペッカ、オッケー。あ、待って待って、ミス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 、エレキー、あ、やばい、超鬼フルカウンター来そう。おー、やばい、ぐるぐるしてるぐるぐるしてるぐるぐるしてるけど、あー、相手もなかなかうまいっすよ。クワンちゃんチャンスやねっていう。いや、やばい、あ、調子乗ったかも。やばい、やばい、集中しすぎて黙ってる。で、これペッカ多分耐える。オッケーオッケー、耐える、まだ耐える。うー、待って、俺のグラッチャで12勝邪魔しないでくれるかな。いや、美味しい美味しい、入る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 。意外とこの線とかで相手がここで8枚コショボとか来たら美味しい。来ない、いや、分かってるな、分かってる分かってる分かってる。こうなった時に、いや、行く。あー、でもこれコショボで取られる。いやー、分かってんな。やばいやばい、痛い痛い、いや、守れば勝てる、守れば勝てる。頑張って頑張って、ペッカタンペッカタンペッカタン、いけいけいけ、振り下ろせ、おらよしよし、あぶねーあぶねー。12章動画を出すのに10章で終わるとこだった。あぶな、うまいやん。え、これで最低4000、砂漠やん絶対。なるほどなるほど、さあ来ましたね、リーチリーチ。いやー、まあやっちゃうよと。おや、金券、まさかの、よろしく。で、そう、初手言うのがめちゃくちゃ強くて刺さる確率が高いんですよね。なんか最近ロリババが多いから、あ、なるほど、ロリババ見てからだと結構本当にギリで間にギリギリ、受けがね、間に合うかどうか際っていうので、結構端前言うので相手がロリババ間に合わないのを狙うみたいなことはよくできますね。よいしょ、なんかザップってユーノヤングリガ、なんだ、ペッカだ、ペッカっぽいですね。ええ、墓石リガっぽい、なんか見たことないリガっぽいみたいな雰囲気がありますけど、あや、リガっぽい説、リガっぽいっすね、多分。なんだろうこれ、なんだこれ、ちょいとすることない。あはー、溶かすんかい。これなかなか厄介っすね。ワンチャン無視でもいいけど、いや、ペッカで、なるほど、からの宝石やポイズン溶かすでしょ。さあ相手のこの陸受けをここから気持ち、逆サイゴース流す。うわー、そうだ、いたわ。え、ちょ待って、うまくね、やばい、なんか墓石の高回転リカボイみたいなやつですね相手は。だからまあ左側から結構ペッカから形を作っていけばまあ大丈夫だと思うんですけどね。オッケー、このディガーさえも入れたくないですね、もう。オッケー、もうこれあとはケツペックから合わせるぐらいですね。でもフキアが入るのがちょい痛いから、あ、これはまあちょいマイペッカーですね。よいしょ、さあこっからが僕の番ですね。まあこれはゴーストで溶かしてあげて、オッケー、これ逆サイ工場入りますね、しかも。で、これギャング来るよ。ああ、いや、これは、うわ、吹きは届かない、そんなことある。なるほど、やりますね。よし、でここでガコで防衛したらワンチャンの相手がコウモリ出してきても、いやー、でこれであれか、ギャング防衛だもんな。さてはスラミ、スラミシオップ、いや、まだ参る。
危ない。消えろ、消えろ、消えてくれ。痛い。え、防衛鬼固くね君。何それ。この人うますぎてやばいな。まあまあまあ言うてね、こっからこっから参る。相手は墓石とかあのポイズンで溶けるから、結構どれも。よし、フルブッパ。あー、ポイズンボイスね。はい、まあまあまあこれはいい流れですよ、いい流れ。よし、いい流れですね、いい流れ。しかも墓石壊した、いい流れで、これでワンチャンここでポイズン使ってくれると相手はもう終わる。使え、分かってるな。墓石来るかな、ギャングもいるんですよね。吹き矢もいる、なんちゅうデッキだ。おい、さあ粘っていく、粘っていく。ワンチャン引き分けしたいまであるけど無理だな、絶対無理だな。ワンチャン、ワンチャン卒アル、卒アルパーティーまである、悪くね。言う抜け、こっちで、オッケー。あるあるある、殴れ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 、ザップ、よいしょ。いいよいいよいいよ、これグラチャレすれば12勝でかい。始め吹き矢がだるい。あ、惜しい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 。相手これ削りに来た。で、これエレキでターゲット変えて、オッケー。オッケー。で、ポイズン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 。オッケー。ご了承、言うのいけ。お前はいけ。お前はいける。俺の育てた言うの熱い。いや、いけるいける。言うのお前いけ。来た、俺の言うの。やっ、いけ。来た。勝った。え、ちょ、待って。え、よいしょー、グッドゲーム。よし、よし。でかい。でかいなこれは、やばい。え、相手のデッキなんか、動画にしようかな。なんかめちゃくちゃ良かった。来た、ウルトラ。ラムライダー。カモン。カモン。まあまあまあ。キューキューさんね。よし。これ最後のこの相手のデッキ、めちゃめちゃ面白い。やばくない？やばいよね。1年も、あ、2年やってる。ほんまかなのか、じゃあ。やばいっすね。めちゃめちゃおしゃれできた。てなわけで、いやー、無事12勝できてよかったですね。はい、ただそれだけです。これですね、マジで。このペッカ工場もマジで、そう、強いから、あれだな、いろいろ、ペッカ工場でマルチとかも動画出したらいいなと思いますね。はい、本当に使えて損はないと思うんで。ぜひぜひ、まだ使ったことない方はね、一度使ってみてもらえたらいいなと思います。というわけで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。